チャこんにちは、豊さん、ウェルカムトゥジャパン、ジョイントゥジャイアンツですよ。そうです、はい、もう今度は帰らないと思います。はい、はい、巨人が新外国人のドミニカ出身ヘルナンデス投手獲得しました。そしてもう記者会見も開きました。いい男だな。そうなんですよ、かっこいいよね。ナイスガイのナイスね、ナイスルッキングガイですけど、いやだからなんかセンスを感じるというか、顔から顔からね、いややっぱりね、うん、顔ってやっぱ大事だと思うよ。うんうん、だからそのやっぱセンスのいいような顔立ちしてるなと思って。ああ、だしちょっとクレバーそうな。そうそう、そうなんで、家も剃ってきてるしな。まあ巨人だからそうなんですけど。ああ、はい、まあ、あの貴重なね、右打者を取ってきたということで、はいはい、これまでメジャーではあまりいい成績は残していないんですけれども、14試合で打率1割8分7厘なんですが、レンジャーズの傘下 3A で137試合昨年戦いまして、打率2割9分8厘、18本塁打、99打点9盗塁ということで、165安打でリーグ最多安打で、2塁打も36本とこれも最多という好成績を残した選手です。まあそうだね、はい、そうか、まあ、中距離ヒッターかなっていうような感じがするよね。まあそんなにバカホームランもう打たないだろうし、まあそんな選手はね、はい、もうメジャーでも少ないから出さないよ、メジャーが。まあそうですね、絶対出さない。だからまあ中距離ヒッターぐらいかなっていうふうに考えておくといいよね。うん、うん、ただやっぱちょっと広角に打てるかなっていう感じもするし、そのまあね、バッティングもそのアメリカ時代の見ていただいたんですけど、まあそうだね、うん、ただその日本で要求されることが、例えば自分はホームランだなっていうふうに考えると、うん、ちょっと荒くなって引っ張りになるかなっていう感じもするしね、うん、まあバッティングっていうのはそのある程度器用さを持ってるよね。器用さを持ってる、柔軟性を持ってるというか、うん、だからまあ変化球にもある程度は対応していくのかなっていう、うん、ただ時間は少しかかると思う。時間かかりますか。いや、 やっぱり慣れがね、その日本のピッチャー、そう、もちろんだから、まあこれは誰しもね、その時間が要することだから、はい、だからまあそこら辺は少し我慢しなきゃいけないと思うし、うん、でポジションはまあどこでも本当できるなっていうのは感じがするけども、外野どこでも守れると。ただ今のジャイアンツの携帯を見てると、そうだな、ライトがいいかなっていうような感じですよね、うん、まあ、肩が強いからね。そうですね、うん、吉村本部長によりますと、やっぱ一番の注目は広角に打てることで、逆方向にもしっかりと力を伝えられるとし、変化球にも対応もできる、日本の野球に合うと判断したというところで、そうじゃないと取ってこないからね。そうですね、で実は長年リストアップしていた選手ではあったそうなんですよね、うん、まあ、うん、そうだろうな、まあ、バネを感じるよね、うん、それは守備にも、まあ、もちろんバッティングにも、うん、その走塁にしてもそうだけども、はい、だからすごくバネを感じるかなっていう感じ。あと守備もね、ちょっと見てましたけど、守備もどうでしたか。まあ、あのぐらいは取るよね、まあ、メジャーとかもその選手ですよ ね、 やっぱメジャーに行ってるわけだから、はい、リストアップされてね、チームに入ってるわけだから、まあそれなりにはできるよね、うん、まあでもそれなりにはっていう割にはどこでも本当にちゃんとこなしてくれるかなという感じがするよ。そうですよね、うん、まあ、X での評価だったりとか、元 OB の方の評価であると、例えば阪神の、元阪神のマートン選手であったりとか、あとマギー選手、楽天でしたっけ、マギー選手ってだと思うんですけど、そういったタイプかなっていう声も出ています。マートンとはちょっと違うな。マートンとは違う、マートンとはちょっと違うけど、マギーってじゃマギーだ。マギーちゃマギー。でも、まあ、そうだね。でもマギーっぽくないといえば、また全然またタイプの違う。マギーよりはスピードがあるかなみたいな。ああ、マギーよりスピードある。うん。オスナ、ヤクルトのあれの少し柔らかい版。おそらくか硬いよね。硬い。それの柔軟性がある感じ。ただオスナは真面目だし。はい、やっぱこうチームメイトにサンタナがいて仲いいし、うん、だから生活のストレスもないだろうし、うん、そういういい環境の中でやってるけども、うん、やっぱこうヘルナンデスが来た時にそういう状況で入れたりとかするかだよね。で、うん、それを与えたとしてもできない人もいるよね。寂しい、まあ、寂しいとかいろんなね、うん、文化の違いだとか、まあ、いろいろあるし、うん、だからヤクルトのオスナータイプかなっていう
打ち方とか違うよ、はい、打ち方とは違うけども、なんかタイプ的にはそういうタイプになってくれるのかなっていうような感じがするんだよ、うんうんうん、だからそれにはやっぱその環境がね、はい、どう整うか、うん、最初の入りをどうするかとか、うん、まあ、最初の入りっていうのはすごく大事だしな、はい、まあ、最初からケチャンケチャンにされるとさ、うん、ね、ちょっと心折れるしな、ね、そうですよ、だからまあそこら辺をうまくスタート切らしてあげれば、うん、あとはやっぱ仲間だよね、うんうん、だからまあそういうことがうまくいけば生活の支障だとか、はい、今永が言ってたよ、その野球やることに関しては全く不安はないけども、うん、例えば携帯が壊れた時にどうしたらいいのとかいや、 やっぱりね、そうか、そうなんだよ、やっぱそういうところが心配なのよ。あ、そっか、まあ、例えば電車乗っていく、いやこれで合ってんだろうかとかさ、そういうのが積み重ねるとストレスになってくるし、はい、だからまあそこら辺のね、そのケアとか、うん、まあ、それはもうジャイアンツがね全力でやるとは思うし、まあ、通訳もいるだろうしね、うん、だからまあそこら辺は心配はないのかもわからないけども、仮にそういうことを、まあ、今永がね、うん、そうやって冗談っぽく言ったけども、はい、でも本当にそうらしいんだよね、うん、だからまあそういうことが、まあ、ストレスにならないようにしといてあげたいなっていうふうに思うよね。そうですよね。あとは、まあ、阿部監督からの、まあ、要望でこのヘルナンデス選手がまあハマったということだと思うんですけれども、はい、だとするとやっぱり今年巨人はつなぐ野球なので、はい、そのホームラン大きいのというよりかはつなげられる、率を残せる、ヒットを打てる選手、さらにやっぱ右打者が少ないということで右っていうことでもピースがはまったっていうことですか。まあ、そうだね、右が欲しいよね、うん、どうしてもね、うんうんうん、だから、まあ、例えば3番坂本、はい、4番岡本、うん、5番ヘルナンデス、はい、まあ、それでもいいと思う。でも OK ですか、うん、だって中日なんか右ばっかりだぞ確かに言ってみろお前左かカリステから始まったら、そうですね、カリステ、細川、中田、石川だから全部右だ。いや右の方がいいんだよ今重宝されてて、一時左っていうのありましたけどね。でも右でいいんだよジャイアンツは。そっか、うん、え、となると打順っていうのは5番だよ5番、坂本の、坂本はね、隼人はちょっと状態が悪いんだよね、はい、でちょっと波もあるし、うん、そしたらやっぱ3番に持っていってた方がいいかなっていう、坂本選手を、うん、岡本避けられて坂本勝負って言ったら今は辛いよ、はい、うん、だからもしヘルナンデスが打てるんであれば、うん、5番に置いとくと。おそうなってくるともしヘルナンデス選手がさあ外野でスタメンですとなった場合の阿部監督が奥だよ、いや豊さん、豊さんが監督 だとしたら1番から8番どういうふうに置きたいですか。今の現状では丸が1番かな、うんうん、まあ、吉川か、今吉川選手って3番だったりとかですよね。吉川は1番、まあ、2番に丸とか3番に坂本選手、はい、4番岡本で、まあ、1、2番丸坂本でもいいよね。あで吉川、あ吉川選手は3番、吉川3番って結構ハマるんだよね、うん、で、まあ、4番に岡本、はい、でヘルナンデス、5番ヘルナンデスはライトですよ ね、はい、で6番に、うん、まあ、一番いいのは梶谷とかね、本来はそうですね、本来はそうなんだ、あれ梶谷はもう上がっちゃ落ちるけど、どうしたんだあれ今また下にあれ何なんだ、また何かやったんか、あの多分古傷、そうだよね、はい、キズ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 ってもう本当に怪我ばっかりやな、もうなんかねついてないというかふんというかあれですけれども、本来はねそこ梶谷選手が6番は一番いいんでしょうけどいないので、で誰でしょう、オコエ選手だったりとか、まあ秋広だったり、ね、秋広選手、佐々木だったりとかね、うん、まあ、それでいいかなと。で7番、まあ7番は小林とか岸田とか、ああそうですね、キャッチャー8番に門脇、門脇、あでいいかなと思う、うんうん、そうですね、そうするとなんかこうクリーンナップのちょっとなんかこう確立したものが出てくる、まあまあそうだね、うん、1、2番丸坂本ちょっと若さがないよな、そう思いました、そうだな、走るという意味では、まあだから2番坂本、1番吉川、3番丸でもいいよな、あそれもありですね、確かにね、うん、まあね、まあそれもこれもヘルナンデス次第だよ。そうですよね、うん、まあ、全てのことの発端はまあ音羽だったんですけれどもどうだ、いたね、いたんですよ、帰りますみたいな、そう前日までいたんですけどね、あの始まったら帰っちゃったっていう、まあ、しょうがないよな、はい、これはしょうがないけど、諸事情なんでしょうけど、いや
まあヘルナンデスは変えるということはないだろう、うん、きっとそうですよね、うん、ドミニカ、ドミニカです。ドミニカの選手っているのかね、ジャイアンツに。バルドナードはどこなんだろうね。パナマ、パナマか。母国語をねしっかり使えてコミュニケーションを取れるとか、うん、だからオリックスのセデーニョと、うん、あのピッチャーのエスパ、エスピノーザ、エスピノーザが同じ国でしょ、うん、エスパーだか、エスピノーザ、エスピノーザ、エスパーザなんか次でしょ、じゃあエスピノーザか、はい、エスピノーザ、いやだから同じ国で、はい、そうやってなんか働きやすい環境を、うん、お互いが作り出してるよね。そうですね。だからまあそういうふうなことになればいいのになとは思うけど、ね、そうですね。なんかね、あの野手の中で一人でも中南米の選手がいてくれるとやっぱりちょっと言葉の部分で、ね、まあまあそうだね、頼りがいになるしね、うん、だから言葉が通じるだけでもコミュニケーション取れるだけでも全然違うからさ、本来そうですよね。だから通訳を返すというよりもね、うん、だから返さなくてもいいような、はい、まあ友達ができるといいよな。友達、いや友達じゃない、いやだから外に出てもさ、六本木とかもう、うじょうじょしてるから。本当、いやだから遊ぶっていうんじゃなくて、まあ、ちょっと仲間で、ちょっとランチランチみたいな、いい仲間ですよね。そうそう、ディナーディナー、今日はディナーだよみたいな、うん、まあ、そういうのでいいと思う。そらさ、俺らともアメリカ行った時にさ、うん、そのパイロットの卵みたいなのがいて、はいはいはい、通訳してくれたけど、どれだけお前力になったかも、どれだけあったかい心になったかも。でもそれは大事ですからね。それは大事だよ。いやだから日本にもたくさんいるから、うん、ね、安心して、そうそう安心してね、そうですね、それ頑張ってほしいし、まあ、他球団でもね、うんうん、友達とかできるといいよな。作り、いやいや、そりゃ大事なことだからバカにするけど、いや確かにそうですよ、転校したって そこにね、なんか同じ趣味だったり、そうそうそう、同じ言語喋れる人いるだけでも違う。だって転校したことある？ないです。ないだろ、分かんないだろ、俺はお前小学校3回中学校2回転校してるんだ。じゃあやっぱ友達とかって、でもやっぱりそこであったのは、うん、やっぱり野球があったし、でキャッチボールから入ったら、お前うまいなみたいな、うんうん、受け入れたり、お前が下手くそなのみたいな思いながら、はいはい、ね、こうやりながら、まあ、そうやってコミュニケーションを取っていって、はい、友達になってくるわけ。だからもう友達ってやっぱ大事だからさ、仲間はそうですよね。そう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 、もうね、あのジャイアンツ の室内練習場ではフリーバッティングのものしてましたし、はい、おそらくね、今月終わりぐらい、5月の終わりぐらいからは上がってきてほしい、まあ多分交流戦に なるのかなという、まあ、あの早く鳴らした方がいいよ。そうですね、まあ、なんか、うん、あの2週間前まではもう実戦で出てたらしいので、おそらくあとはもうちょっと感覚的に日本のピッチャー、まあ、体がね、あのしっかり すれば、うん、もう大丈夫だよ、時差ボケ取れて。あ、プラスヘルナンデスは自分のことエリと呼んでくれと。エリ、エリ、なあ、かわいいぞ、かわいいぞ、お前ヘルナンデス、エリ、あのヘルナンデスのことを皆さんぜひね、エリと呼んで、仲間、早くね、こうなんか仲間意識というか、まあまあそうだね、うん、作ってほしいですね。わかりました、はい。